それではいよいよパニックフェイススタート。他にもその当時というか今も仲間みたいなのいるんですかね、はい、こうやったりする。まあそうですね、いるって言えばいるんですけど。鍵をかける男、カウントダウン開始。ベンチに座り、彼氏が出てくるのを待つ彼女。パンツを下ろし、しゃがんだ。まずは成功、二人組の男性。談笑を交わしながら、何も知らずに二人ともトイレに。カウントダウン開始。に下半身を晒した二人はなぜか笑い続ける。そしてでも行けたよ。トイレを監視小屋脇に設置。まずこの男性でどこがグレードアップしたのかお見せしよう。知らず男がトイレに入る。鍵をかけるとカウントダウン開始。ここまでは先ほどのトイレと同じだが、なんと床が水道スキーになるトイレなのだ。まず最初にやってきたのはカップル。男が彼女にバッグを手渡しトイレの中へ。カウントダウン開始。とその時、彼女がトイレの異常に気づいてしまった。だがもう遅いのだ。とっさに排水管パイプに捕まり、そのまま海へ引っ張られていく。そして水上スキー。波しぶきを浴びながら便器は沖へと進む。心配する彼女は上手に乗ってると思いきや転覆。続いてトイレを目指して走ってきた男、慌ててトイレに駆け込み、カウントダウン開始。これはまずいだ。かなり急いでいるのか、一気にパンツを下ろす。そしてほっと一息。
しまくりの勇気。だが彼女の頭上にはあいつが潜んでいる。そしてボビーなんか察知してる、ね、つかの間、足すっきり取ってる。揺らすな。スイング開始。危ない。ってリアルタイヤ。近い。ごめんなさい。トラさん、驚かせてすみませんでした。が寝静まった時、このお化けが部屋に突入し驚かせる。そして廊下に逃げた妹を待っているのはヘビの群れ。本当に怖いのはヘビか、それともお化けか。